My stuff free chocolate block. Still today, I have decided to enjoy all my own life. What are you doing for blood? Would you like to have a chat to be sad? My mind is perfect for me. Let's dance this way to stay. Welcome to my dog TV. さあ、ママテレ始まりました。まあ、6月に入りましたね、はい。雨の日も多くなりましたし、このジメジメとした湿気が本当に嫌ですわね。嫌ですね。なんか対策とかされてますか？いやー、してないからこれだけへこんでるんですよね、やっぱね。でも今現実ここが嫌だなっていうのとかあります？うちはもう毎年ですけど玄関ですね。玄関の空間自体がもうちょっとカビの香りもし始め、うんうん、あと夫の革靴にちょっとカビがごめんなさい個人的な問題じゃないですか、それ大丈夫ですか？個人じゃないと信じて私は手入れをしてるんですけど個人的な問題ですか？わかんないですけど湿度が高めとかね。やだ、嫌な匂いがしてきた。やだ、あ、もしもし。この声はちょっと皆さん、お久しぶりの天の声。お久しぶりです、天の声。今回から気まぐれに登場することになりましたので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。整理収納アドバイザー成井久子先生ですね。よろしくお願いします。お願いします。ということは今日は、はい、湿気対策。そうです、カビ、うん、湿気対策。わあ、もう先輩ママとして皆さんにも本当に正しい役に立つ情報をお伝えしたいと思ってます、うんうん、知りたい、ありがとうございます、ね、知りたい。怒らずにお願いします。いや、いつも怒ったことなんかありませんわよ、うんうん、今回は暖かくなってますねお掃除のプロのクリーンネスト竹本ちなみさんに湿気対策について伺ってきました、はい、ありがとうございます。皆さん、お風呂のカビって何色のイメージですか？へ、黒、うん、もうピンクから赤くなって黒くなるみたいあ、わかります。え、マミちゃんちは？うちピンクと黒と両方いらっしゃいますね、はい、お風呂のカビっていうのはですね、うん、石鹸カスやタンパク質を餌にして増えるんですが、最初はピンクです、はい、それが時間とともに黒っぽく変わる。ほったらかしておくと黒。だから最初ピンクのうちに 早くやっつけちゃうと。気をつける、はい、ということですね。あの、初期だったらですね、別にお風呂用 この洗剤、うん、洗剤使わなくてブラシがありますよね、はい、柔らかいやつですよ、それも。ほうほう、それで落とせるんですよね。へ、だって、ね、あの、強い洗剤を使うとユニットバスは変色の恐れがありますので、はいはい、使うんならユニットバス専用の洗剤を選んでください、うん、誰でも優しくこすらないといけないんですよ。ガンガンやっちゃったらへこみますもんね。ですよね。久子さんが本気でお掃除してる様子が見られて幸せです。こんな感じで丸池はやってるんです。うちです、うちです。すごいな。ただしですね、タイルの目地など、はい、ちょっとあの古いタイプのお家だとタイルじゃないですか、うん、場所によってはなかなか取れない黒カビっていうのがありますので、はい、これはやっぱりカビ落とし専用の洗剤を使う必要があります。もう黒カビってね、取れないですよね。いや、取れない。黒カビは取れるんですか？本当に取れにくいけれども、うん、やっぱり必殺これがあるんです。これ小麦粉を使ってください。小麦粉に洗剤をシュッシュッってやって混ぜます。固めのドロドロ状態。この時ちゃんとゴム手袋とそれからマスクはしてくださいね、はい、手荒れもしますからね、はい、でそのお団子をカビに塗りつけてラップをかぶせます、はあ、それはタイルですからね、私が作ったタイルです。はい、はいはい、で15分から20分置いたらしっかりと洗い流してください。15分から20分ですよ、これ。いいですか？じゃ あのしつこいやつだったら 2,3 時間とかこうずっと貼っとくとか。ベベー、ダメです。強い液体なので、うん、これはあの20分以上は置かないでください。で、あの、1回やってちゃんと取れなかった時は1週間以上空けてから同じ作業をしてください。あ、じゃあそれだけ強力なんですね。そうなんです。だからそうならないうちに取るのが、まあ、ベストですよね。へ、
じゃあ、まずはカビが生えないようにしましょう。そうですね、どうやったらいいんですかね、このカビ生えないようにっていうのは、うん、毎日最後にお風呂に入った人が、うん、浴室全体をまずお湯でシャーってシャワーで洗い流し、さらに最後に冷水をかけます。そこか、はい、結局石鹸カスなどを洗い流して、うん、さらにカビの繁殖力を弱めるために最後に冷水です。シャワーで流すのまではやってました、うんうん、冷水をやってないですわ、ふさこさん。冷水にしてね。あ、冷水、冷水ね、浴びせかけるのが大事なんだね。そう、ポイントですね、うん、最後に入った人っていうのもふさこさんポイントですよね。酔っ払った親父とかが入った時もありますよね。ほら、これそこだ、そういうことなんですよ、ですよね、うん、だから私も夫にはお願いするんですけど、なんでシャワーってするだけなのにして出ないのっていう日が結構あってですね、でも本当に仕方がなく私が最後に入るわっていうところもあるので。悲しいですよ、涙涙涙涙よね。今度私が説教するんで連れてきてください。お願いします。ぜひ当たり前ですが、その後しっかり換気をしてくださいね。ところで皆さん、はい、雨の日、これから梅雨時、雨の日、洗濯物はどこに干してますか？うちはお風呂に乾燥システムがついてるので、ね、お風呂で乾かして、もう子供の体操服とかやっぱりもう毎日のことなんで、もうどうしても急いで乾かしたいときはもうそこを使ってます。ミカちゃんちは？うちはお部屋に干して、扇風機とかサーキュレーターうんうん、みたいな、風を送ってね。なんで急に帰国子女みたいになったんですか？サーキュレーターね、物の名前が覚えきれないので、そんな感じの。扇風機とサーキュレーターって一緒じゃない、まあ、風を送るね。うちそれが一台一台だった。そういうのはもう当てて当てておきますね。マミちゃんちは？我が家は狭いお部屋に干して除湿機を使ってます。はい、よくありがちですよね。ただ和室やリビングで室内干しをすると、畳や壁などもその部屋全体がジメジメしてくるわけですよ、はいはいはい、狭くて気密性の高い浴室内で乾かすのが正解。お風呂に除湿機を持っていくってことですか？そうです。だからそういうシステムがない場合には、乾燥するため その除湿機っていうのをお持ちのお宅は多いですよ ね、 そうですね。お部屋で使っていたものをお風呂の中でやる。そうなのね。そうすることで早く乾くし、お風呂も乾くのでカビの繁殖を防げるということですよね。素晴らしい、すごい。ミカちゃんちも浴室でやってください。わー、わかりました、はい、今日から始めます。やってくださいね。和室とかでよくその乾燥とか使ってらっしゃる方も多いんですけど、うんうん、今和室とかジメジメしません？そうなんですよ、うん、クリーンネスト竹本さんのアドバイスによりますと、はい、梅雨の時期はこの時期家具などをほんの少しでいいから壁から離して隙間を作ってくださいということです。風の通り道を作るとカビの発生を抑えることにつながるんですよね。だから家具はもちろんなんですけど、散らかったお部屋で山積みになったものもしっかり片付ける必要がありますね、あけみちゃんね。はい、もうワンショットが来たからもう怒られるんだろうなと思ってないんですよ。風が通るようにとにかく隙間を作りましょうということですね、はい、でも今換気はものすごくね、皆さん気をつけてらっしゃると思いますので、じゃあちょっとその隙間を開けることを意識するといいですね。そうです、そうです。この時期ちょっと開けてください、うん、はい、わかりました。あとやっぱ気になるのはハウスダスト。そうですよね、じゃないですよね。ハウスダストって知ってます？夜の間に8時間ぐらいかけて床に落ちてくるんですよ。こういうハウスダストが8時間かけて。そう、ということは一番おすすめは朝、家族が起きてくる前に自分が起きたら床掃除用のワイパーで拭き取るのが一番いいんです。なるほど。掃除機じゃダメなんですか？ダメです、舞い散ります。そーっとワイパーで拭くのが一番ですね、うん、やっぱこの片足ピョンって上げて拭くそうですよ、そうですよ。ここがポイントで、左足を上げてください。あれ右足かな。すごい、本当にお掃除したら旦那さんがウサギ系なんでやっぱこうピョンってされる。そうですよね。家族がね起きてくると跳ね回るとダストが舞い上がりますよね、うん、だからその前にやってください、はい、なるほど。ただ朝なんてお弁当作ったりとか朝ごはんの準備洗濯したり大変ですよね、うん、その気持ちは分かるので、その場合は例えばお仕事されてる方だったら昼間留守にしてますよね、はい、で誰もいなくなったお部屋でやっぱりハウスダストは静かに床に落ちてきます。だから夕方帰ったらまず他の家族が帰ってくる前に床掃除をしてください。いやちょっとイメージが
なかったですね、そのイメージ。けど、はい、正直かけるときって、ええ、この間私見たんですけど、ええ、窓開けない方がいいんでしょ。そうですよ、開けてますか。開けてます。朝まず窓全部開けて掃除機っていうイメージだったんですけど、うん、そしたらハウスダストが舞い上がりますよね。ダメなんです、風が入ってきて。だからまず掃除機をかけて終わってから窓を開けてください、それが鉄則です。だから自分がちょっと息苦しいけれどもマスクをして頑張ってください。なるほど。いやでも結構目から鱗で、もうミカちゃんがほとんど喋ってませんもん。そう、ね、私ミカちゃんといっぱい喋りたかったのにな、今日な。間違った人生送ってきてるなと思って。でもこんなに言ったのにきっとやらないんだろうなって思うんですけど、大丈夫です。今日から何をおっしゃいますか、うん、今日からどうする。やればできる子。おだからやる。何をやる。大丈夫大丈夫ミカちゃん、大丈夫って大丈夫って。やらなくても大丈夫。クリーンネスト竹本さんの会社ではお掃除や家事の代行も行っています。なるほど。いざという時は主婦の強い味方なんで、困った時はちょっと相談してみてください。嬉しいですね。まあでもあのしつこいカビとかちょっともうここもう放置してたみたいなところはちょっとプロの力も借りたいですよね。そうなんですよ。溜まっちゃったものは一回きれいにして、あと自分でまた積み重ねるってことですよね。やる気が起きますもんね、綺麗なの方がね。いや今日もね、ふさこさんからいろんな新しい情報もらいましたけど、本当にやっぱり積み重ねですか、ふさこさん。これは毎日の普段の積み重ねですね。心改めてくださいね。これからも役に立つ情報たくさん持ってきますので、はい、仲良くしてくださいね、はい、ありがとうございます。もう今日私帰ります。あ、もう帰っちゃうんですか。ごきげんよう。あ、ふさこさん。そうなんです。もう帰っちゃった。ほら、もう帰っちゃった。あれ、ふさこさん、ほらもう早いな。早い。本当いなくなるんですね。いやでもどうでした。いや結構今まで思ってたことが間違ってたっていうのがよく分かりました、うんうん、いや本当に間違ってましたね。掃除機もフルオープンでやってました、ね、いややってました、やってました。黒カビも本当にどうしようもないと思ってましたけど、うんうんうん、なんとかなるんですね。ねえ、うん、美香ちゃんどうでした。うん、心をあら改めるって本当に。もうだからね、思ってないから言葉がついてこないんだって。もう一回やるよ、もう一回やるよ。みかちゃん、はい、どうでした。うん、やるやろ。早い。やっぱお部屋綺麗な方が気持ちがいいので。そうですね。そうそう、そんなに見ないでそんなに見ないでまあでも夏に向けてね、この湿気対策しっかりしとくとまた夏爽やかにね過ごせるかもしれませんのでね、はい、皆さんもこの先輩の知恵をぜひ生かしていただければなと思います、はい、また天の声がいつ聞こえてくるのか怯えながら待ちたいと思います、ね、来られる